ステファン・フィリポビッチは、モンテネグロポドゴリツァ出身の歌手である。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、モンテネグロのキトーグラードに生まれる。7歳から歌を始め、ユーゴスラビア内外で、多数の音楽祭に参加する。セキニエ音楽アカデミーで音楽を学ぶ。2008年1月27日にモンテネグロソング2008で優勝し、同年5月に、セルビアのベオグラードで開催される。 ユーロビジョンソングコンテスト2008のモンテネグロ代表となった。選出はモンテネグロラジオテレビジョンが選任した30人の審査員によるもので代表曲となったゾウバイジェックボリムテは3人のマケドニア共和国のミュージシャン、グリゴル・コプロフ、オグネン・ネデルコフスキ、ブラディミル・ドイチノフスキによって制作された。この3人はユーロビジョンソングコンテスト2007の マケドニア共和国代表曲となったカロリーナ・ゴチバの猛ョスベットの制作チームであった。ネバー・ォー・ゲット・ザ・ト・アイ・ラビューの題名で英語版も録音された。大会では準決勝1で増倍1ックボリューム手を歌ったものの決勝には進出できなかった。ありがとうございます。